どのような使い方においても便利に快適に使える究極のモバイル PC を実現するために生まれた新しい価値基準、インテル EVO プラットフォーム。その基準は細かく様々な要件が規定されています。すべての要件をクリアした PC にのみ与えられるインテル EVO プラットフォーム、その認証を受けた HP エリートドラゴンフライ G2 が仕事でどう役立つのか、そのパフォーマンスに迫ります。 HP エリートドラゴンフライ G2 には LTE や 5G に対応する通信モジュールを搭載したモデルもあります。通勤、在宅、そしてサードプレイスで働き始めたビジネスマンのリモートワーク環境を強力に支援します。今回は都内3カ所でその通信スピードを比較してみました。まずは渋谷のスクランブル交差点付近です。若者が多く、スマートフォンによるデータ通信で混雑する過酷な環境でどのくらいのスピードが出るのでしょうか。1ギガ以上の重いデータファイルのダウンロード時間比較ではこのような結果が出ました。次は新幹線羽田空港、都心環状線である山手線の玄関駅品川です。近年では大企業のオフィスビルが立ち並び、2020年代後半にはリニア中央新幹線も開通する注目のハブ駅です。最後は銀座です。高級ブランドや飲食店が立ち並び、芸術や文化の発信地であるこの街もまたビジネスマンがよく訪れる場所です。